ストップ大体治安悪い。確かにミニストップ一番悪いな。どうも星野やる気ぎったい人ガシ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 。どうじゃスイートセイ、あーどう久々セイいるじゃん。あー久々ですね。やってるいつもセイだ、多分原因ってなってるということで、うん、今日はこの服見たらわかるよね。え、もうバナナっすか。今日はなんだ信号機ち、何で3色からしということで、こちら買ってきました。スプラッシュ、今日はこちら買ってきました。イエーイ。いやいや、からしの辛い方と、うん、辛すぎる辛い方もう視聴者のみんなはからしの辛いのが辛いのか、辛すぎる方の辛いが勝つのか、いや気になるよ。ということで今日ちょっとこちらのどっちが辛いのかっていうのと、プラス早食い早食い大食い大食いグイグイよし来い。じゃあ作りましょうか。いきますか。テレテテ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 テ。はい、ということで、はい、できました。じゃーん、開けていいの。すごい辛そう、見て。いやいや、なんもない。あ、まだ辛い。それでは、みんなでソースタイム。いやいや、ソースかけるだけの時間ね。俺、カップラーメンとか食べんの俺82年ぶりだわ。何歳だ。で、みんな右が、激辛。右が激辛、左側が辛し。辛しです。こちらも辛し。はい、食えばいいんだね。タイムアタック。博多のシューマッハって言われてる。マジ、あのシューマッハすげえ早いな。でも博多区だけ。そう、攻めや。狭い。激辛から行こっか。激辛から先に、うん、お前も激辛から。じゃあ上がっていくね、うん、ちゃんと行くよ。右からね、うん、よーい、いただきます。うん、でもこれはうまいわ。辛い、辛い、やばい、これやばい、辛い、やばい、辛っ、口紅痛い、マンダリタコになりそう。そんなにいけないんですか。そうか、もう終わったと思ったら安心したらいかんな、これ。もういい、行かれるっすわ。いい、行かれますね。何そのくらいですか。お前ら、あと一つあるんですけど、ジャスティン、噛んでないっしょ。うん、こんな感じ。これやばいわ。何しよっと、お前。これダメっす。ダメっすはダメっす。はい、食べ終わった。なんで桃鉄の悪キャラみたいな口してる。え、ボンビーみたいな口してねえ。固まってるよ、もう。だいぶ喋るよな、お前、タメ語で。いや、下言わたっすよ。だいたいタメ語じゃないっすか。汗すごい、鼻に詰まって。え、そうなの？あの入ってるから、鼻水も上唇から入ってるから、鼻水が。あれ、俺今鼻水も食べてるってこと。そう、一緒に。あ、どうりで。いや、辛さが消えるもん。いや、違う違う、そのおかげじゃないから。まあ、レビューとしてはどっちが辛いかって言われたら辛さが違うよね。違う。でも、食べやすさは辛しや。そうだね、激辛の方が辛いよ。食えよ、お前。そんなこと言ってたよ、お前が食うまでの間。長えな。ジャスティは何だ。髪はどうしたの、これ。いや、これ、あの、いや、色入れる前のやつ。すごいな、色入れる前やから。なんか、あれじゃん、うん、学校で例えたら、うん、黒板消しやん。何それ、それしたらいいみたいな。食えって。てかさ、ペヤングってさ、箱自体がさ、ちっちゃいやん。ちっちゃい、こんぐらいない、うん、
でもさ、結構ボリュームない？ちょうどいい、ちょうどいい。2個食うと、もう結構パンパンになるよね。え、2個が多分あの超大盛りのやつよ、ペヤング。で、1個があれ、めっちゃ食いよったわ。で、1個ない。うーん、なんでそっち選んだ？どんだけでいい？しないっす。いや、でも俺1個で、結構俺はお腹いっぱいだった。なるやろね。俺は2個いるけどね。え、マジで、うん、じゃあ1個は、終わりやろ、それ食ってるから。終わります。食えよ。せい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 。終わりやろ。はい、終わりました。長いよ、お前。いや、でも、美味しい辛さだね。うん。でも、ペヤングさんはやっぱ激辛を出してるのがすごいと思うし、今最新じゃん。うん。これからもっとね、うん、出ると思うし。ね、これからもっと。これ流行るよ。流行るな。うん、やっぱり。絶対流行ると思う、俺も。なんかもっと辛いのとかあってもいいと思うけど、ありますよ、ね。ペヤングの話ね、今他のやつはあるかもしれない。ペヤングでありますよ。ペヤングで、はい、にやります。いや、あるっすよ、これ。ペヤング激辛焼きそばエンドってやつ、これ。スイーツのやつな。マカベみたいやん。いや、俺そんなボコボコしてる。カメラ強調かと思ってた。